ドレパナ沖の海戦、またはドレパナム沖の海戦は、第一次ポエに戦争中の紀元前249年にシチリア島西部のドレパナ沖で発生したカルタゴと共和制ローマの間の海戦。ミラエ沖の海戦やエクノモス岬沖の海戦での一連の勝利により、ローマ海軍はハミルカルが守るカルタゴの画像であるリルバイウムの直接攻撃の自信を持つに至った。 失政官プブリウス・クラウディウス・プルケルとルキウス・ユニュス・プルスが、率いるローマ艦隊は、リルバイウムを、海上封鎖した。しかしながら、ローマ海軍が経験を積みつつあったとはいえ、海上での機動能力に関しては、カルタゴ海軍が勝っていた。ハンニバルという名の指揮官が率いる、小戦隊は日中にもかかわらず封鎖を突破し、リルバイウムの守備兵に補給物質を届けることに、 成功した。夜になって、もはや不要となった馬を搭載し、ローマ軍の前をドレパナに向かって出航した。このクワダテが成功したことは驚きであり、カルタゴ軍は同様な作戦を何回か繰り返した。ローマ軍にとっては屈辱以上のものであった。守備兵には食料が行き渡り、またカルタゴ本国とも連絡がついたため、封鎖の努力は全く無駄になった。 ローマは別の手を打つ必要があった。そのすぐ後に、ローディアンのハンニバルとして知られる勇敢な水兵が、ローマ艦隊の周りを駆け回って偵察し、またリルバユム城内の様子を、カルタゴ元老院とカルタゴ艦隊司令官のアドヘルバルに伝達した。主席執政官のプルケルは、大胆な敵艦が闘病しているドレパナ港に、奇襲攻撃を行うことを決断した。艦隊は、 月のない暗夜にィルバイウムを出版した。カルタゴの偵察部隊はこれを見逃したが、ローマ側にも視界が不良であったため戦闘体系を組むことができないという不利があった。夜明けにドレパナに到着した際には、ローマ艦は広範囲に散らばり、プルケルの機関が後部に位置する不十分な戦列しか形成できなかった。カルタゴの偵察部隊が不格好に接近する。 ローマ艦隊を確認したため、奇襲の優位性は失われてしまった。機関上では、ある資料では、プルケル自身とされているが、戦闘の前に最高司令官として、吉兆を占った。ローマの宗教では、聖なる鶏が餌を食べる様子を観察することとなっていた。鶏が与えた穀物を食べた場合は、神はローマに味方する。しかし、紀元前249年のその朝、 鳥は穀物を食べなかった不吉な予言であった。この予期しない出来事に不安を感じていた上院を元気づけるため、プルケルはすぐに別の解釈を持ち出した。プルケルは聖なる鳥を海に投げ入れ、食べたくなければ飲ませようではないかと言った。実際にこのような出来事があったかどうかは不明である。同時代の歴史家ポリビオスはそのような記載はしていない。ポリビオスは カルタゴ海軍の艦隊運動が優れていたことが、勝因としており、占い自体は行われたと思われるが、鳥のエピソードに関しては疑わしい。校内のカルタゴ軍は、ローマ艦隊の動きを黙って見ていたわけではない。艦隊司令のアドヘルバルは、ドレパナ港が封鎖されてしまう前に、郊外に脱出するように直ちに命令した。カルタゴ艦はドレパナを出港し、町の南側を通過して、 沿岸の二つの小島を回って、外目に出た。奇襲が失敗したことを悟ったプルケルは、戦闘体系を取るように命令を出した。しかし、すべてが不運であった。シチリアの海岸線は、ローマ艦隊の背後にあり、カルタゴ艦隊は、正面から攻撃をかける準備ができていた。アドヘルバルは、勝利の機会を見逃さず、右翼戦隊に、ローマ艦隊の最後尾を攻撃するよう命令した。 結果は、ローマ艦隊の大敗北であり、プルケルが率いてきたほとんどのローマ艦が撃沈された。プルケルは、何とか脱出し、恥を忍んで、ローマに戻ったが、反逆罪の罪を着せられた。カルタゴとは異なり、ローマはプルケルを処刑することはなかった。法廷に呼び出されたのは、鳥の一件で申請を汚した行為のためであった。プルケルは、有罪となり、国外追放が宣告された。 政治生命もこれで終わった。同年、ハミルカルバルカがシチリアでの軍事行動に成功し、またもう一人の失政官であるルキウスユニウスプルスが率いていたローマ艦隊は嵐で沈没した。この悲劇的状況のため、アウルス・アティリウス・カラティヌスが独裁官に任命され、シチリアでの陸戦式のために派遣された。ドレパナでの敗北に自信を喪失したため、 ローマが新たな艦隊の再建するまでには7年が必要であった。ありがとうございます。